これなんか ゴルフの、そうそう、そこがゴルフのシミュレーション2台と工房。あ、で、そこが整体。ここ事務所。今回あの、ね、私の教え子、あの今日来てないんですけど、世界大会行くんですよ。ついに。ついに宣伝じゃないんで、ここ全部カットですけど。宣伝じゃ。セリフで飛距離は20ヤードぐらい伸びる。本当だろうな。はい、すっごい顔で見てきてますけど。これ回ってんのカメラ。回ってますって。これカメラ回ってんの？はい、大丈夫です。はい、大丈夫。カメラ回ってんの？はい、すごい声が大きいです。皆さん。はい。まあ、ちょうど左から見るね、もうだいぶこれ毛が治ってね、まあ、今ちょっとだいぶ反響いただいて、はい、良くも悪くもね、こんないい年こいてね、まあ多分俺の酒の飲み方も汚かったらこういうことになってると思うんですけど、はい、まあ、45歳、落ち着いていただいて、落ち着いていただいて、で、まあ俺がもう18ぐらいからずっと働いとったのね、もう仕事はちゃんとしとったんだよ、毎日絶対、うん、プライド持ってやっとったで、うん、まあ、元気はあるからね、だけどまあしょっちゅう喧嘩して次の日会社血だらけで行ったとかさ、うん、その量はあったもんね、うん、で、そこ電話かってきてさ、うん、まあ、昔に比べたらいいわって言われ、昔はもっと顔中パンパンだったもんな、お前とか言って、まだマシになった、まだマシだわ、年にとってちょっとは丸くなったんじゃないかって、うん、だけどもうちょっと、まあ、喋っとってさ、うん、大丈夫かっていうことで、はい、うん、まあ、いい年だね、お前いい加減にしとけよって、まあ、怒られたんですけど、はい、なんかね、あの事務所移転を含めてその人あのプロのドラゴン、プロではないけどドラゴンとかやっとんの、ドラゴンとかゴルフの飛距離対決みたいな、なんかこの前言ってたやつだよね、そう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 、ああいうのやっとるもんね、もうなんか工房かなんか一緒に出すって言って、あ、ゴルフでゴルフのゴルフ工房みたいなの出すの、へえ、すごい、ちょうどここ上田だろ、上田の駅のすぐ近くだな、うん、ここら辺だと、めっちゃいいとこで、うん、駅近って、うん、ちょっと行ってみようかなって言って、はい、ここです、カメラ回ってます、あ、こんにちは、よろしくお願いします、お邪魔します、おー、あ、こんにちは、よろしくお願いします、こんにちは、カメラ回ってます、これ何か ゴルフの、そうそう、そこがゴルフのシミュレーション2台と工房、あ、もう、で、そこが整体、この朝から、ここ事務所、あ、ここ事務所にして、そうそう、ここ被害者の、鳥会社のトビック、結構有名な会社です。名前出してんですか？トビックです。よろしくお願いします。選手はメインメニューで。はい、よろしくお願いします。ちょっと YouTube ちょこちょこ撮りに行きますよ。ええー、来て来て。あの、本当にすごい選手いっぱい来るから。選手も来られるんですよ。今回あの、ね、私の教え子、あの、今日来てないんですけど、世界大会行くんですよ。25日、9月ドラゴンで。25日にアメリカ行って、27日に試合。すごい。アメリカです。アメリカですよ。世界大会。松本壮也。乗せてください。松本壮也。出していいですか？出していいです。どういう意味なんですか？その、要は、普通の、一般の人がやれるとか、ゴルフ工房？ゴルフ、ああいう、なんかあるじゃないですか。ゴルフデーとか、ああいうところみたいな感じで、中古クラブとか販売するんですか？販売は、あの、新品のクラブを、まあ、クラフトマンが作っていただいて、はい。ジクラブをメインで、で、まあ、こう、グリップ直したり。交換、シャフト交換、系統交換、いろいろ詰めてそれ販売とかやる、販売もやります、へ、すごい、はい、すごい、なのでもう腕は大事ですね、クラフトマンの腕がいい、クラフトがメインみたいな、はい、プロゴルフもします、マジっすか、すごい、ぜひ改造ショップみたいな、はい、じゃあちょっと完成見て、ぜひぜひ、ありがとうございました、ということで、あの始まりました、君のゴルフボールは行き先に聞いてくれ、行き先はボールに聞いてくれです、ありがとうございました、ついに、ついに完成、いるか、しかもノーアップだね、はい、こんにちは、あー写真いないですか、見えません、あ、いないですか、はい、今現場行っちゃった、仕事ですか、いないですね。あ、これが？あ、そうなんです。オリジナルバッグ？かわいい。おお、やっぱ多いじゃん。おセンスあるじゃん。誰考えたんですか？みんなで考えた。元にはこのセンスないですよ。え、みんなで考えて。ちゃんとデザイナーさんが見えます。ああ、それこれはかわいいな。あ、ヘッドカバー。これすごいいいんですよ。磁石ついてるんで。あ、どういうことですか？ここにね、磁石ついてる。
か。あ、そういうこと。だからすぐ取り外しが簡単にできる。これはもうあの、ここあの宣伝じゃないんで、ここ全部カットですけど。宣伝じゃ、来た。これ宣伝じゃないんで、全部カットですよ、もう。こう入れて、の。まあ、こっちか。こっちか。磁石がついてる。普通逆じゃないですか。絵が出た方が。これ逆です。そう、すごいいいんですよ、これ。取り外しが簡単で。ただこれは動画で使えもんな、宣伝になっちゃう。使ってください。でもいいですね、ボールポーチも可愛い。そう、ボールポーチも可愛いんだよ。ネット販売とかもしてるんですか。まだしてないんです。ということは、これ動画見て、電話してくれたら、売るよと。はい。もうこの期間だけは安いよっていうことですね。セブンイレブン、一番だ。すごいな。すごい。めっちゃ完成してる。シミュレーション出る。シミュレーション？あ、ゴルフのプレイができるってことですか？はい、あの打席で。あ、ゲームができるの？ゲームもできるし、一人で練習もできるし、普通に画面使わずも練習できる。これシダするんじゃないですか？シダじゃないです。ただ本当に練習もできるし、あのコースが出てきてそれを見ながら練習もできるし、パターンが何種類かあるんだ。そういうことで、ほんで何ですか、クラブ買ったりとか。クラブ買うのはそこ工房です。メインは工房です。メインは工房で、でもここでまあちょっとシダしながら。そういうシダはできないんですか。クラブシダ、クラブシダも用意してるので、シダしながらもできます。で、隣で整体もやってるとか。そうです、整体もやってます。整体と全然違ったんですね。あ、でも一緒の。あ、知り合い。従業員って感じ。あ、そうなんですか。あ、自分とかやる。あ、整体師さん。あ、こんにちは。あ、よろしくお願いします。ちょっと一言いいですか。はい、いいですか。じゃあ、ゴルフやってます。ゴルフやってます。え、おいくつぐらいなんですか。90前後です。いや、運が来たかな。なんで俺が勝ちやがる。俺のことだな。まあ、本当には文句言えんけど、ここには文句言ってもいいな。まあ、若いですよ、ね。今26です。26でも整体やるの。そうです。それなんか学校からもできるんじゃん。あの、じゃ国試は取ったんですけど。おお。去年に取りました。それは何？スポーツ整体？それはあの国試の方はあの接骨院の先生になれるやつ。うん。あの接骨院。はい。ここは何ですか？整体っていうの。ここは整体っていうのはまあ一応資格なくてもできるんですけど。うん。じゃあの国家資格取っとこう。まあ一応持っとるんだ。はい。売りみたいなの。売りはですね、うん、ゴルフショップなんで、ゴルフの飛距離、施術で飛距離は20ヤードぐらいは伸びるんで。本当だろうな、一本動画撮っちゃうよ、俺。練習やってください、本当ですか。20ヤード。だけど、もともと俺も240ぐらいしか飛ばないけど、大丈夫ですか。240だと、スイングスピードがだいたい3上がるんですよ。そう。整体したらですか。整体したというか、まあ、いやこれでもシミュレーションで出るもんで、ね、できるじゃん。じゃあそうです、あのスイングスピード出るんで。やる？それで一本通りにくいよ。自信ある。はい、何回かやってる。やってます。おお、元りの知り合いとかで。あ、知り合いの方キューベさんにもやってもらいました。だからあんなところで。ちなみに視聴者の皆さん、本当にね、元りにドラゴン大会で出るぐらいで、ゴルフだって昔そんな上手くなかったんですよね、うん、本当に。だから、視聴者の人とか、あのもちっちゃい時からやってるやつでしょって、ドラゴンの選手はって思うかもしれんけど、もうとにかく僕が30ぐらいでゴルフ始めた時は、そんな上手なかった。一緒に100とか叩いとったんですよ。やってたんですか、これ。やってたんですか。じゃあ、俺が30。ああ、そうです。俺が30で、もとにが14個ぐらいですか。今、おいくつですか。58だよ。それなのに、一人どの方を入れとるんですか。ここ10年ぐらいですかね。333ヤード。すごいな。すごい。本当に320ヤードで1オンかしくる。すごい。今うまいですよね、ゴルフ。まあまあそこそこうまいよね。まあ、そのプロみたいなことはないけど、やっぱすごいよね。すごそう。でも取ればいいってもんでもないですからね。だけど男はやっぱ伸ばしたいじゃん。そのために練習しとるじゃん。飛ぶと気持ちいいよね。飛ぶ気持ちいいじゃないですか。やっぱドライバーだよね。そこは逆に俺はプロじゃないから、金稼いでるわけじゃないから。楽しむならドライバーですからね。楽しい、気持ちいい。パッ、なるほどね。本当、伸ばせるんだ。伸ばせます。
具体的にはどういうことですか？具体的にはですけど、スイングなんでゴルフだと、まあ、首、頸椎の可動域と腰椎の可動域を、もうそこら上がついてくる。もう重視者バカバカだからもうちょっとバカ難しい感じがいっぱい入ってきてる。痛いとか、まあ、ほっからが重視者。首の背骨と、腰の背骨、まず胸もあるんですけど、3つ分かれてる。首にも背骨はあるんだね。首もあるね、はい、3つに一応分かれてるんですけど、まあ、上と下の首と腰、もうあの動き広げるだけで、その動きっていうのは回転？回転、あの首は回転です、で腰は前後、はい、こういうこと？ちょっと今入り見えるけど、前後はこういうことだよね。で、まあ胸椎、胸は、あのこっち左右横、はい、それぞれ動きがゴルフこの動きいるの？いや、いらないんで、それはあの、この胸のところ、なので一番必要な首のこの回転と、首の回転はまあわかる、はい、なんか、こうやるときにこう繰り返しするからね。あと腰の動きも一緒によく この動きいる？わかるじゃん、この動きこれいる？いるよ。なんでなんで？要はあの、この腰って回転力も使うんで、回転も使うね、はい、こういうのは。なんでもう腰柔らかくないと回らないんですよ。これもいるそれやりたいだけでしょ、しかも、いる？あ、いります。動きとりあえずよくしちゃえばいいんで、あのこの向ける限界をここまでいけたら、あ、それはそうだよね、やっぱり、はい、こう回す力が、はい、ここまで回ったら回った方がいいってことでしょ。ここまでいけるようになるので、で反対もここまでしかいけないのがこっちまでいけるようになるので、その幅ができるんで、それ1回2回になる、なります。すぐです。2、3分ぐらい。じゃあ一発目いったのか。ぜひ。ここ立て対決、どんなに練習しても飛ばない男と2分で飛ばせると言っている男、ここ立て対決、仕事で今でも練習してるから、ママやらかい方だと思う。毎日練習してるから。でも練習と柔らかさはまた別ですから、柔らか、絶対柔らかいとは限らない。あ、本当、ね、はい、ちょっとやってみようか。じゃあモザイク、ちょっとチラチラと隠そう。じゃあ撮ろうか。いいですかね。モザイク、チャーチャーと。もう映っていいですか、モザイクなしで。強い。すごい色もんね、社長。はい、何万人だったっけ。3万人、3000人、3000人。3000人、はい。めちゃくちゃ嘘。元おり19万人。19万人だって。前が名古屋の人ばっかじゃないからね、愛知県の人ばっかじゃない。メガネ取ればよかった。老眼鏡。まだ色気出してますか、まだ出したね。まだ出したもう枯渇したでしょ。いつまでも女性ですよね。女性ですよね。すいませんね、俺もこの前回ってるとひどいことばっかり言わなかったんで。すごいな、でも。でもこれだけの店をオープンさせるってすごいわ。またボスを取って、まあそうですね、はい、はい、じゃあちょっと、はい、店の名前がゴルフ屋 G ショット、ゴルフ屋 G ショット整体院なおです。なお、はい、名前なの？名古屋で。あ、本当。あ、名古屋だ、はい、結構なここはやっぱそのドラゴンの選手とかも来るような店っていうか、ちょっと本当の来客調整とかそういう相談ですよね、はい、本当に、まあ、整体から元に見てもらうとか、ドラゴン飛ぶとかそういうの飛ばしとかを勉強するのもいいよね。いや、俺は本当にでも元人に教えてもらってて飛ぶようになったんですよ。やっぱドラゴンの選手だからそういうの詳しいじゃん。で、そういう興味がある人がちょっと来るといいかもしれないね。なんかクラブがバーッと並んどるとかじゃないですよね。これからああいうタイトリストとかああいうのは普通のやつは並ばないですか？並ばない。あ、並ばないんですか、逆に。あ、そういうところはもうゴルフパーティーとかそういうところ買ってねみたいなことですか、はい、なんか面白いクラブとかそういうドラゴン選手が使うようなやつが多分販売されるのかな、はい、あ、これカムイかな。カムイ。あ、ちょっと聞いたことあるな。あ、これ元に使ってますか？これ私の。あ、マジですか？はい。クローとか使うような。カムイって、なんか見たことあるね。カムイ。なんか聞いたことある。でも見たことない。本当？カムイ有名ですから、ね。有名だ。あ、マジですか？で、これはやっぱり、ね、ドラゴン選手とかが使うんですか？いや、飛ぶってこと？これやっぱ飛びますよ、ね。一般の人も使う。使うんですか？これちょっと難しいですか？難しいですか？でも私。ゴルファイブとか売ってないでしょ？カムイさんはどうなの？カムイさんは、あまりないと思う。ちょっと高いんで、ああいうとこは高いんですか、はい、なかなか置きづらいんじゃないかな。あとはもうクラフトマンが見てくださるんで、そういうことですよね、はい、でそれがもう本当に自分の
あったよね。ここで何発か打ってそういうなんか数字見ながらやってるの。やってくれるね。ちょっと来るかな。うん、来てください。一回ね。はい、じゃあ皆さん、はい、ぜひ場所は上田。天白区上田。まあいい場所ですよ。本当に駐車場も広いし、はい、めっちゃいい場所なので、ぜひ来てください。お願いします。よろしくお願いします。せーの、また見てー。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。